ても嬉しかったよ。君が笑いかけてた。全てを溶かす微笑みで。ということで高原しぐれです、実はあまり言ってないけどフルーツバスケットも大好きです。まあ、今回ご紹介するものはですね、そのフルーツバスケットの今歌いました主題歌を担当されたですね、岡崎律子さんが、実はもう亡くなられているんですけれども、なんと本日5月3日にですね、私が大好きな声優さんでもある林原めぐみさんが岡崎律子さんの曲をカバーしたりだとか提供曲歌ってるやつとかのトリビュートアルバムが発売されましたということで、おめでとうございます。待ってました。今回ごめんなさい、もしかしたら途中で泣いちゃうかもしれないけど察してください。大好きなんですなんとですね、まあ、そういうこともありまして、ちょっと私が守ってるというか岡崎さんの CD アルバムですね、ご紹介したいなと思っております。私が持っているのですね、持っているものはまだ全部揃ってなくて、岡崎さんはこのレインオアシャインと、私が岡崎さん初めて知った時に、林原さんのラジオで東京ブギーナイトですね、ゲスト出演した時に宣伝していらした、Life is Lovely、 こちら、それから亡くなった後にですね、最後に出ました法律、こちらを今持っております。他にもいっぱいあるので欲しいんですけど、とりあえずないので、なんか iTunes とかなんかそういうところで落としたりダウンロードしたりとか聞いたりとかして、いっぱいね曲は他にも知ってるんですが、持ってるのがこちらだけということで、ここにさらに、本日発売される林原めぐみさんのトリビュートアルバムですね、追加されると思いますので、ここにドンと、まあ、多分私の部屋の CD とか置いてあるところにですね、岡崎律子さんと林原めぐみさんが横並びになってるんですけど、その間に多分トリビュートアルバム入るんだろうねっていう感じでいます。本当に初めて聞いたのが法律でフルーツバスケットっていうのはあまり知らなかったところ、シャーマンキングが好きでメグさんのラジオを聞いてたんですけど、その時に初めて、フルーツバスケットの CM がある時間に流れてですね、なんてすごい優しい歌い方をする人がこの世にいるんだと思って、もうすごい、なんだろう、岡崎律子さんのその活動されていた期間では本当にもう後期の時期、本当に最後の最後でやっと知ったんですけど、もう一目惚れならぬ一撃惚れをしましてそこからなんて素敵な人がいるんだろうと思って、ラジオのゲスト来られて本当に素敵な人だなと思ったから、これから集めていこうと聞こうって思って、矢先に亡くなられてしまってですねなんとそうなんです、命日が5月の5日なんですけれども、明後日なんですけれども、発売が今日だったということなの と5月5日は私にとってはですね、私別のすごい尊敬する声優さん、大好きな高山みなみさんの誕生日でもあるので、ちょっと毎年ねすごい迷うんだ、祝うべきなのか、祝いたい気持ちとこう惜しみたい気持ちとがすごい葛藤するんだけど、いやでも今生きている人の方が大事っていうわけではないけど、今生きていることをお祝いしようと、いつも高山みなみさんの誕生日をお祝いしながら、次の日ぐらいに岡崎律子さんの曲を聴いて、はあ、いいなやっぱりって思っております。岡崎さん、法律とアルバム3つですね、法律、Life is Lovely、 私が持っているのがそれと、あとレインオンシャイン、
ってもいい曲が本当に多いです。癒されます。そして本日発売される、林原のメルメさんが発売されるという本日発売になりました、テレビとアルバム With You ですね、ぜひぜひ聴いてほしいなと思って、今日はちょっと番外編みたいな感じでご紹介いたしました。5月はですね、私もライブで岡崎さんの曲を歌いたいなと、岡崎さんの曲か林原さんに提供した曲かどっちか歌いたいなと思っております。敬意を込めてご紹介いたしました。岡崎律子さんアルバム3点でした。